はい、本日は AI に関する研究、ビジネス、法律、倫理など、さまざまな知見を有する皆様から貴重なご意見をいただきました。誠にありがとうございました。AI は、経済社会を前向きに変えるポテンシャルと、リスクがあり、両者に適切に対応していくことが重要です。AI との向き合い方については、各国とも推進一辺倒、規制一辺倒ではなく、それぞれの事情に応じバランスを模索しているところであると承知をしております。国境を越えたグローバルな課題であり、 G7 議長国として共通理解やルール作りリーダーシップを発揮することが求められます。 AI 戦略会議のもとに設置された AI 戦略チームにおいては、本日の議論も踏まえて村井補佐官のもとで各所緊密に連携し、ポテンシャルの最大化とリスクへの対応に向けて幅広い分野で検討作業を早急に進めてください。そうした検討を踏まえ、本有識者会議で引き続きご議論いただく内容や成果を、統合イノベーション戦略、骨太の方針等の政府方針や国際ルール作りに反映させたいと思っています。改めて、引き続きましてのご協力をお願い申し上げ、本日の御礼とさせていただきます。ありがとうございました。